ゆいのエアーさん、こんばんは。カブさん、南アフリカの約20億年前の地層から生きた微生物が見つかったらしいですよ。えー、これまでの最古の微生物と、えー、考えられていたのは約1億年前のものなので、だいぶ遡ることになりますね。これがもしもずっと20億年生きていったのだとしたら、微生物最強ですね。あの、そう思います。あの、大きいものが、 結構目立つんですけど、小さいものほど実は強力だったりしますよ。はい。うん。それはシンコロで、えー、よく分かったと思います。カブさん、今日の日本は暑いですよ。蒸し暑いですね。台風のせいかもしれないです。えー、台風18号は熱帯低気圧に変わったみたいですけど、雨には注意だそうです。カ、え、ブ、ー、さん、もう10月だから日本にはもう台風は来ないだろうと思っていたら、 日本の南に新しい熱帯低気圧が発生する予想だそうですよ。えー、まあ、これは9月がもう夏っぽくなってましたんで、逆に10月は9月っぽいというふうに考えた方がいいと思います。ってことは、台風がより発生、そして日本に近づきやすいということになるかと思うんで、えー、引き続き警戒が必要です。はい。えー、島村城さん、どうもです。株さん、おはようございます。 また特大フレアが発生しています。今日の太陽を見たら黒点が、黒点が多数出てました。低移動オーロラの期待台です、えー。最近は天文関係で忙しいです。資、えー、金山アトラス彗星も明け方はそろそろ終わり、えー、10月14日あたりから夕方の西の空が楽しみです。なるほど。ちょっとじゃあ僕も見てみたいと思います。うん。 えー、オールダ見れるかなえー、藤原う子さん、どうもです。かぶくん、こんにちは。だらし内閣が日本の端内閣。9月中は体調不良でしたが、ピンチはチャンス。徐、え、々、ー、に回復しています。えー、頑張ります。ちょっと頑張りますよ。実は心と身体のバランスがバラバラになりそうなんで、頑張らせてください。えー、実は右目が見えていません。 来週検査をすることになりました目は年の割には良かったんですが霞んでぼやけています右目だけなんですが頻繁に白目が血で真っ赤になったりを繰り返しています痛みもあるんでちょっと心配です株君いつも聞いてますよありがとうまたね心配ですねちょっとストレスとかではないでしょうかね休んでほしいんですけども か、まあ、頑張るから、ちょっと頑張るということなんですね。はい。うん。えー、レモンみかんさん、こんばんはです。えー、カブかぶくん、メキシコで女性初の大統領が就任しました。えー、クラウディア・シェインバウム大統領62歳。気候学者だそうです。えー、優しげな感じの女性ですが、荒野から呼ば、荒野から呼ばれるような、呼ばれるようなカリスマ性のあるお声でした。 え本来、そうよね。プレイシデントだし、羨ましい。日本はなんとかせい。慌てて皇居で新認識。慌てて集合写真。奈良市内閣と言われちゃったのは、えー、集合写真です首相のスーツの着方が、腹がベストからちらっと出てる。見たくない。うん、新しいメガネのレンズに貼られた商品,シ,商品シールを剥がして、大、えー、顔面、顔面ムシ 総務大臣もスーツの着方がだらしないお,やおじさんたち。えー、若い女性 YouTuber から指摘されていました。ああ、裏金、献金もらった人も OK にしてもらったコロッコロということですね。どうしようもないですね。大丈夫でしょうか。ちょっとつける薬がなくなってるのかな。えっ、ー、と、日本の未来が心配ですね。うん。えー、かぶさん、大阪の動物園の飼育員が、 猿の餌を盗んだ事件があったみたいですよ。猿、自分が猿っぽいですね。猿が人の食べ物をじゃなくてですね、人、<laughs> 本当ですか人が猿の餌を盗んだそうです。野菜とか果物を持ち帰ったらしいですよ。それをどうしたのか気になりますね。自分が猿じゃんね。猿以下ですね。猿に失礼だ。うん、はい。ということみたいです。